おはようございます。8月24日水曜日の朝です。このところちょっと涼しかったのですが、今朝は蒸し暑い朝になっています。まあ夏の名残というのでしょうか。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、呼吸で体がどう動いているのか観察してください。右と左の肩甲骨、床の上にある肩甲骨を感じてみてください。でもぞもぞと肩甲骨を動かしてください。背骨に近づけたり離したり、まあいろいろ肩甲骨は床の上で楽に動くでしょうか。では頭を左右に傾けてください。これもぐいぐいやらず、楽に滑らかに動く範囲で動くというのがポイントです。では左側を下にして横になってください。首の下には座布団とかクッションとか入れると首が折れるのを防いでくれます。楽に体がこの体勢を取れるように、ご自分にとって楽な体勢工夫してみてください。右手は胸の前の床に、手のひらを床側に向けて肘を立ててください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。で優しく優しく肘が頭上のに向かって動いたり戻ったりしてください。この時に手のひらのどこかが床についていてください。床の上を滑るように移動してください。回転するような感じですかね。で肘が頭上の方向に向かって動いたり戻ったり、そうですね、指先は最初の位置から動かさないようにしてください。で楽な範囲ですね。そうすると脇の下が開いていくでしょうか。肩の痛い方は無理せず1センチとか2センチとかそのくらいで十分なので、方向、この肘が頭上の方向に動いたり戻ったりしてください。これに合わせて右足が足先の方に伸びてください。で肘が戻るときに膝は元の位置に戻ります。優しく優しく目は肘の方を見ていってください。首や肩を固めずに楽に楽に柔らかく動いてください。そうするとこの動きをしているときに体の他の部分はどう動いているでしょうか。
肩甲骨はどの方向に動いていますか。戻るときに肩甲骨の動きに気持ちを向けると、あ、肩甲骨も動いてたんだなということに気がつくかもしれません。骨盤はどの方向に動いていくでしょう。肩甲骨と骨盤、右の肩甲骨と右の骨盤は離れていったり戻ったりという動きになりますか。離れていくと右側のが長くなっていきますね。その時に床の上の左側の側面には何が起きていますか。少し床から軽く浮いていくというような動きがあるでしょうか。楽に楽に、決して無理せず、心地よく動ける範囲で動いてください。一気に動こうとすると痛っとなった時にはもう遅いんですね。ですから全ての動作をコマ送りのように観察できるように動くと、あ、痛めそうだなと思う手前で戻る余裕がありますね。ご自分の体をゆっくり観察しながら動いてください。では動きをやめて仰向けになってください。床の上の体を観察してください。右側と左側を比べてください。どちらが床の上に優しくついているでしょうか。足の長さ、手の長さを比べてください。脇の下の感じはどうですか。どちらの方がふわっと開いていますか。呼吸をしている時の胸の動きはどうでしょうか。では右を下にして横になってください。同じような体勢をとってください。左手は胸の前あたりに、手のひらを床側、肘を立てるようにして置いてください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。ゆっくり優しく肘が頭上の方に行くときに、足は足先の壁の方に伸びていってゆっくり戻ります。目は肘を追いかけるように見ていってください。肩や首、力が入っていませんか。ぐっと力が入ったなと感じたら、一回戻ってきたところでゆっくり呼吸をして休んでください。体の力が抜けたなと思ったら、その抜けた感じのまま動き始めてください。そして力が入った瞬間、入りそうだなと思う手前で戻ってください。動きは小さくて構いません。楽に心地よく動ける範囲で動いてください。限界までやろうとせず、限界があるとしたらその6割、7割くらいの範囲で動いてください。
繰り返し動こうとせず、何回か1回は休んでください。休むことによってそこで体の力が抜けていきます。そしてまた改めて動き出すと、その休む前に比べてもしかしたら楽に動ける範囲が増えているかもしれません。左側が長くなったり戻ったり、脇の下が開いたり閉じたり、首も長くなっていく、そんなイメージでやってください。では動くのをやめて仰向けになってください。床の上の体を観察してください。今日最初に仰向けになった時と比べて、床についているところ増えたでしょうか。肩甲骨をもぞもぞと動かしてください。なんだかこの動きが華やかになりませんか。では頭を左右に傾けてください。滑らかに動ける範囲どうでしょう。少し増えた気がしませんか。では動きをやめて起き上がってください。はい、今日も少し蒸し暑い一日になりそうですが、頑張っていきましょう。では、いってらっしゃい。